霧島競馬動画です。3月2日日曜日の、阪神11レースのメインは、阪急杯、ということでこちらの方を予想していきたいと思います。土曜日ね、アーリントンカップ行われました。ミッキーアイル、勝ちましたね。ただし、2着3着と抑えの馬が来たということで、縦目ということで、的中は逃しました。まあ印つけてた分来てたんでいいかなと、いい傾向かなと思っております。そしたらね、阪急杯の方予想していきたいと思います。本命に挙げたのは、毎回本命にしているガルボ。理由はね、ありません。ガルボなら人気なく3着までには来るでしょうっていう思いですね。ラトルスネーク、この馬ね、出遅れがちなんですね。出遅れなければまともに走るかなと思ったけど、まともにも走らないんだけど、追い込みは結構好きなんでね、展開ハマったら来ると思います。次ね、サンレイレーザー。本当はね、この馬をね2番で評価にしようと思ったんですけどね、去年のね、4月マイナーズカップでは、ダノンシャークに勝ってますね。先着です。でもその後のフジステークスでは負けてます。マイルチャンピオンも0.3 秒差で負けてます。阪神ね、まあまあ走るんで、ただね、この距離がねどうかなと、一ハロー短い距離がまあどう出るかなか、出るかなと思って、まあでもね、騎手がねここでね、僕の大好きな和田さんに変わるということで、まあうまく立ち回ってくれればと思って印をつけました。次はね、ダノンシャーク、手堅い馬だと思います。ただね、勝ちきれないっていう、馬でも軸馬には安定しているので、本当はここで本命をつけた方が、まあ2番手評価とかねにした方がいいと思うんですけど、あえてここは三角止まりと。本当はもう下ハロン1008とか2000とかの方が構想するんではないかなと思ったりもするんですけどね。マイル路線ばっかりですね。他はマヤの龍神、サンカルロバーバラ。バーバラね、つけた理由として、ね、阪神ね走ったことないんですよね。っていうかね、小回りばっかりなんですよね。でもね、スピード生かしたら多分ですけど、うまくいくんじゃないかなと思って、面白いかなと思ってつけてみました。マヤの龍神はスプリンター3着に来るぐらい力を持ってるんですね。その力をいつ発揮するか、いやもうここでしかない、今でしょっていう感じですね。中山で 0.1 秒差来てるんで、阪神も来るでしょう。ただね、その時のジョッキーが池添ジョッキーで、ここはちょっと微妙ですね。まあ力を持ってるんで、その力を生かしたらここはあるでしょう。そしてね、サンカルロ、ここのねサンカルロ年末のね阪神カップ0.4秒差4着
惜しかったですね。この馬もね、追い込み一辺倒なんで、展開に左右されやすいんですけど、内回りなんでね、もしかしたら、イン差しも、あるでしょう。でも、まあ、あくまでも抑えない程度なんで、ね、もしかしたら、阪神校舎、ね、そして1400のスペシャリストっていうぐらいの、まあ、4勝だけしてるだけなんですけどね。こんなところですかね。じゃあね、馬券に移りたいと思います。阪急杯はね、本命ガルボ、そしてね、ラトルスネーク、サンレイレーザー、ダノンシャーク、マヤノ竜神、サンカロー、ババラ、という感じに印をつけました。とりあえず、当てに行こうかなと思ってるんで、10番。ガルボって10番って枠多いんちゃうかな。気のせいかな。前走の金牌が10番か。10番。10番から、2番。5番。6番。9番。12番、13番。これ3連複ですね。一軸。3連複一軸。12、1、6なんで15点になりますね。15点。かける、400。これで、6000円ですね。そして ラトルスネークを買うか、このサンレイレーザーを買うか、ラトルスネークの方がいいかな。9番と10番を軸に2番、5番、6番、12番、13番、3ターン、マルチ、24点、30点か。3000。そしてね、ガルボの副賞、副賞1000円、合計で1万円予想です。はい、おさらいしましょう。10番ガルボを軸に2、5、6、9、10、13の3連複、10番を一軸に15点流しですね。400円、400かけまして、6000円ですね。そしてね、9番10番を軸に2、5、6、10、13、3連単マルチの30点を100、こちら3000円ですね。そしてね、ガルボ君の副賞1000円、合計が1万円、こちらの予想となりました。たくさんの方にね、毎回見てもらってるんですけど、なかなかね、振るわない、予想となっております。時々ね、いい印の打ち方をしているんですけど、馬券に実りのない、競馬予想となってますけど、これからね、まだまだアップしていくと、アップしていきますんで、皆さんね、視聴の方よろしくお願いします。それとともに、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは皆さん頑張りましょう。